1回目の質問に入らさせていただきたいと思います。 FPOWER プロジェクトに関してですね、今定例会でも大変質問があってですね、稼働については十分2年後にきっとあそこに発電所ができて、塩尻市の2万世帯分の電気は全て賄えるという計画を聞いておるので、それが実現できるだろうと思っておりますので、楽しみにしております。で、実は実際市が関わるのは、土地を貸していることとそこから出る熱エネルギーをどう活用するかということが、私どもの理解で、質問できる範囲なのかなというふうに思っております。で、中村議員の質問をお聞きしていく中で、いわゆる出てきた小学をペレットにするという事業は市でやるということでよろしいんでしょうか。その前提を定義をしてからでないとちょっと質問が進まないので、そこをお願いします。産業振興事業部長。現在、市でやるということも一つの、筋道でありますし、そうじゃなくて、民間が、やっていただくということも一つの選択肢だと思いますし、一方、先ほど、午前中の答弁の中にありました、森林公社みたいな、そういったところで、やるということも、筋道だと思いますし、今後、事業の採算性とかですね、どういったところでどのようにやっていくのがいいかということも合わせて検討してまいりたいと考えています。9番議員。市でやるというと、市役所になってしまうので、森林公社でやることが前提なのかなというふうに理解をして、進めていきたいと思うんですが、じゃあ、森林公社というのを3月ですか、作るということですが、実際にこのペレット事業を、先ほどの部長の答弁でもあったとおり、公設、公営、公設民営、民営で 民がやるのが一番いいかなと思うんですが、これ、3月に予算出てきました、議会で、認めなさいって言われてもですね、いわゆる、もし森林公社というものが、いわゆる公社ということになりますと、ある程度半官半民というイメージの中で、税を投入してペレットを作っていく、じゃあその地域内でエネルギーを循環するために、その事業が妥当だという部分のですね、説明と同時に、なかなか灯油を買ったのがやっぱり現代では安いわけですね。この2つ、要は公が関わることと、それから実際にペレットを作って、10キログラムあたり600円からもうちょっと上行くんでしょうかね、その辺の価格を維持することができる、もっと言えば公の施設だけじゃなくて市内の家庭等もしくは民間企業等でもペレットのエネルギーとしての活用が図られていくような道筋がやっぱりきちんともう少し具体的に数字で見えてこないと、なかなかすぐ賛同というわけにはいかないんじゃないかというのを、先ほど議員のお昼休みの中でですね、話が出てきましたんで、今日答えられる部分は難しいかと思うんですが、少し部長もう少し踏み込んでですね、いわゆるそういう部分をこの12月に出てこないのが3月に出てきて分かりましたというふうに議会でもすぐはいというわけにはいかないので、今現段階で得ている情報の中で3月以降森林組合、失礼しました、森林公社といったものを設立してやっていこうという中で妥当性の部分、もう少しお話をいただきたいなと思うんですが。市長、だいぶ考え違いがあるようでございます。森林公社、本文は先ほど申し上げましたように、今の山の宝ステーションのトレーニング成果を生かしながら、より地域の森林再生から始まる地方創生に寄与する組織でありますから、原則的には、人材育成から始まってですね、具体的な資材、デザインの受け入れ、あるいはトレーサビリティ、そしてまたそれの販売等を手掛ける目的であります。その一つの中に定款として、ペレット製造も入れておくという意味でございます。これ私のまだ正確に、原価まで伝えていないことによる勘違いかもしれませんが、で、ペレット製造は本質的には桜井社長が自らやりたいとおっしゃっておられます。しかしながらまだ本体が動かないときにですね、大風呂敷も広げられないということの中では、
森林公社の中にですね、そのような事業もできるキャパを持っておくと、定款上ですね、というふうに考えております。農業公社の例を申し上げますれば、塩尻市と両 JA が出社プラス民間の企業体も出資していただいて、全体最適を目指しておるわけでございますから、森林公社とてですね、市と瀬谷建材といろんな材木会社あるいはエネルギー会社が出資して作る形も当然理想形に私は思っておりますので、その辺を狙う、立ち上げということでございますから、新年度予算から別にペレット製造機の予算をそこに盛るつもりは全くございませんし、今後可能性のある芽生えを作ってそれを育成していくというのが森林公社、私が考える現状のすべてでございます。10番議員。わかりました。そうしますと、まだ研究の段階であるということなのかなというふうに理解しました。非公式に社長さんにお会いする機会が当委員会でたまたま一緒になったときにですね、なかなか、社長さんの、個別に話した話をここでお話しするわけにはいきませんが、なかなか簡単にはいかないねといったことをおっしゃってた部分がありまして、そういう意味で、なんていうんですかね、どうするのかなという道筋を出せない中であっても、そろそろ議会に、もし市長の構想があるなら、可能性の段階でも示していかないと、やはり今まで県内、見てもペレットでこう地域の循環型のエネルギーがうまくいった事例というのがない中であえて挑戦している部分もあると思うので、その辺含めて早めにまた説明をいただきたいなというところで、次へ進みたいと思います。市内のこの最終処分場問題についてですが、管理型処分場、4万1005名に現在288名分が合わさった署名が集まっております。そういう中でですね、大変これは重く受け止めていただいたという答弁で感謝を申し上げる次第ですが、この中で、もう市長の答弁であった通りで十分理解をしたんですが、やはりこの市としてですね、管理型の部分について、市長自身として、反対とはなかなか言えないかもしれないが、非常に報告書を受けての感想をもう少し理系出身の市長でいらっしゃるので、特にどういう部分について、この処分場の適地でないというのを意を強くしたか、感想も含めて簡単にいただければなと思いますが。市長。一般的に分かりやすい表現では皆様方おっしゃっているように、いわゆる水源の原点であるということですね。活る水盆の上にある、またあそこにはいわゆるエネトンネル残土が埋められているということも、これは知っておられる方もたくさんいるわけでございます。またもとより糸静断層の枝葉的断層がですね、たくさんあるということ、これはですね、歴然たる事実でございますから、その上に管理型のですね、どんな陣地を持ってしても自然には対抗できません。それは福島原発が本当に直近の調査として私どもに怖さを教えたわけでございますから、そのものがですね、あの地にあることは、これは誰が考えてもこれは違和感があるということだということを改めて、改めて言いますから、すでに前から確信しておりますけれども、そのデータ的裏付けが1センチくらいの厚みの中にですね、凝縮されておるという理解であります。今お話ありましたように、ただ行政としての立場はですね、これ長野県の産廃がね、県で処理する能力がなくて、今までずっとずっと日本のどこかに迷惑をかけてきているわけですよ。今もこれを知っているものとしてですね、ただ反対反対ということは言えないと、これ一人間としたらですね、そこはご理解賜りたいと思う次第でございます。9番議員。わかりました。私もどこかに処分場は作らなければならないというのは十分承知しておりますが、ただこれは何度もこの事情で申し上げておりますが、水道水源のに非常に近い部分に作ることはどうかなという部分で今回の反対になっているということで、市長はまた引き続き、ご理解とご支援をお願いしたいと思います。それともう一つですね、先ほど、会社側に抗議をしていただいて、抗議という言葉が適切かどうか分かりませんが、履行について、安定型処分場について立ち入りをするように、お話をしていただいたということで、会社が
は、まあ、先ほど2日前に、届いたことで、少人数の立ち入りしかできないかったというお話がありました。まあ、ちょっとこれ誤解というか、会社側の言い分に対して反論するわけではありませんが、昨年の雨氷被害のですね、ありました。雨氷被害があった時点の時に、党対策委員会も立ち入りをしたいと、お願いをしたら雨氷被害の片付けがあるから、立ち入りはできませんと。その後、また立ち入りを3月前後ですか、お願いしたら今度は雪がたくさんで、立ち入りはちょっと遠慮していただきたい。ではその後、いよいよ雪が溶けてきたんで、専門家も一緒に立ち入りたいって言ったら、いや、専門家はダメだということで、非常に委員会として、単純に中を見せていただきたいという協定書に書いたものの履行をお願いしているだけなんですが、現在も会社側は、いや、特にそういう必要はありませんという返答のみで、現在に来ております。もう答弁でいただいた部分で分かってはいるんですが、率直としてこの会社側が、今の現状を私から申し上げれば、契約書には、ちゃんといつでも入ってくださいって書いてあるけど、いざ来ると入れてもらえないという状況、これはおかしいと思う。で、互いにそれぞれ守りというかですね、会社側はどうしても安全だということを物証なく主張している。一方で住民は中行って見てないから不安だという中で、まあ、市は立ち会い人という立場でどちらにつくわけではないんですが、この会社の社長さんが変わって、現在の社長さんになってお会いになった中の、その印象としてですね、会社側がどんな感じでお話をしたのか、先ほど答弁があった中身は、重々承しました。非常に、この協定書を守ろうという意識で言っているのか、それとも守りますよと言葉だけで言っている部分を感じたのか、その印象をちょっと、印象でお話しいただきたいのは、どうしかというと、我々の対策委員会側としては、会社とやり取りをしていても、なかなか厳しい回答書しかいただいておりません。それに対して市長さんに、立ち会い人である市長に対してどういう、印象というかですね、それは紙や答弁ではない、人間と人間同士の話し合いの中であったのかということをちょっとお聞きしたいんですが、お願いいたします。市長。正直難しい表現にならざるを得ないと思いますが、まあ、正直現在の社長も、結果は、まあ、専務という肩書きであったか、取締りであったか分かりませんが、一番前社長のもとにおられた方ですから、重々その経過は尊重するということをまず申されておりました。で、従来も、少人数の立ち会いをですね、協定書に基づいて受けてきていると。いうことを今後も否定するつもりは全くないというのが一言で言えばそのようなことでございます。じゃあどうしてこの前で入れてもらえなかったということをですね、報告書の中に議員部長に来られた時にありましたので、その点について個別に5、6項目質問させていただいた中では、まあ、一つは会社のいわゆる企業防衛的な観点がございますと。それは当然だと思いますね。いわゆる、安定型と、管理型がごっちゃにしておられる市民も、まあ、これはしょうがないと思いますね。そこまでプロの方少ないですから。その方々に誤解を与えるような、まあ、いろんな動きがあると。まあ、具体的にはその看板設置等がございましたね。ですから、その、安定型反対の、反対ではなくて、管理型反対の一つの道具にするために、退去してく、るんではないかという疑心暗鬼に陥っておられる感がございました。あとは、建物の中はですね、これは、従業員の休憩用、個室であって、別に事務所があるわけじゃないんで、その事務所に置いて閲覧をするということは不可能ですと。ゆえに、前日に急遽、まあ、快適なものでありますけども、閲覧場所を設置せざるを得なかったという、まあ、総論ではそんなことかと思います。決して地元と、対立したいなとは全く思っていないし、冷静になった上での、立ち入りを目指したいというのが、本音ではないかと私は感じた次第でございます。9番